ようございます。おはようございます。サクチャンネル。はい。もう70回近く行きますよ。そうですね。もういよいよ順調に早いようで、はい。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。以前紹介したレモンの苗木が8万回。はい、あ、8万行ってますか。いや、近く。近く。7万8千ぐらいまで行きましたね。すごいですね。もう、はい、はい。私も6万ぐらいまではすごいなと思ってたんですけど。みるみるいただいてありがとうございます。 ありがとうございます。まあ、コメントとかでもこんな少子あんな少子ってあるんで、そうですね、コメントとかね、はい、いただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日は何しましょう。今日ですね、ちょっと何をするっていう形ではないんですけど、はい、当社の花の大和の会社前にあるモデルガーデン、はい、これのちょっと今夏越えて秋これからまた模様替えを行うんですけど、はい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 、ちょっとまあそれの前段階、はい、夏越えたちょっと状態見ながらお話ししていけたらなと思っています。結構モデルガーデンね、はい、今まで手入れたんですけど、今年は放置気味でしたね。これはね、もう例年その夏越えるとちょっとやっぱりもうどんなに世話してても1週間でも雑草がもういっぱい生えますし、ちょっともう手に負えないところがあるんですけど、まあ、そういったところでもその植える植物を選びながら、はい、まあ、楽できるような、まあ、西日本ここ奈良なんですけど、はい、それでもまあかなりまあ放任でも持ちこたえるっていうような植物、まあ、お話ししながらまたチューリップの植え込みをするんですけど、まあ、その辺ちょっとご紹介していこうかなと思ってます。はい、じゃあ見ますか。そうですね、ちょっとまあこんな状態です。一般的なお庭ですよね、だから、ね、レベルで言ったら本当にこの春間、はい、春の間に花が咲いて楽しんで、そうですね、あとはもうこの時期までほったらかしでしたっていう情けない話ですけど、いえいえ、まあ普段ねここ車を置いて駐車場の後ろでもあるんで、なかなかその月1回2回はその全体で再起とかするんですけど、それでもなかなかまあちょっと入りにくいところなんで、まあ、そういった部分ですので、まあ、一般のご家庭に近い環境かなと思いますので、ご参考にしていただければと思います。で今回の予定は、はい、まあ、1回サグちゃんの方でどんな植物を育ててどういう風にしますよっていうのを紹介してもらって、そうですね、実は今日この後ね、全体清掃月1回、はい、会社でやってて、まあ、一部ね、部員人数でこのモデルガーデンも清掃しようっていうのがあるので、そうですね、はい、まあ、植え替える前の環境を一回説明してもらって、そうですね、あとはまた、はい、綺麗にして、した後どういうものを植えていくかっていうのをまたサクチャンネルの動画でアップしていけたらなと思ってます。そうですね、そういった感じで予定しております。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、それではちょっと植物ですね、はい、まあ、主にまあ春に植えたいろいろ、まあ、一年草もあれば宿根草多いんですけど、はい、ちょっと今の状態ね、見ながらお話ししていきます。はい、これは一年草のコキアですね、はい、これ5月に植えたものです、はい、連休明けぐらいにで、まあ、赤くなって今もちょっともうピーク超えたところなんですけど、今年すごかったのは9月ぐらいにすごい猛暑でコキアでさえ枯れたんですよ、はいはいはい、これがその名残なんですけど、普段植えっぱなしでもコキアが、ね、枯れるっていうのはまずない年なんですけど、今年はもう雨、まあ、突発的に多かったり、もう夏の乾燥猛暑でも枯れるぐらいまで来ました。まあ、それぐらいも、ここ奈良は夏35度というのがずっともう1ヶ月ぐらい続くところですから。コキアって問題ないイメージですけど、それぐらい酷暑というか今年は。ちょっと例年にないぐらいのところでした。はいはいはい、はいはい。で、そんな中で、まあ、この下にはまあチューリップ植わってて、もう引いてあります。これも初夏にもう植えて、中には何も入ってない状態なんですけど、はい、で宿根草ですね、この通路を挟んで向こう側に今これね、もう2年か3年ずっと植えっぱなしで来てるものも多いんですけど、はい、まあ、こういったその悪意ならの夏を越えてきた植物、お、まあ、生き残ったと言ったらあれなんですけど、まあ、狙って植えてるっていうのもあるんですが、これだから奈良のこの盆地、はい、でも夏越ししたんで結構な暑さに強いでおすすめできる商品ですよね。そうですね、まあ、関東とか群馬とか、まあ、暑い地域とかでもエンジェケさんとかでねこれ植わってるのを見て、まあ、こういうのが、まあ、超えるんやなっていうことが、まあ、よく、はい、参考になりますので、はい、これの種類で申し上げますとカンパニューラだったかな、あ、ごめんなさい、ネペタ、ネペタですね、ネペタですね、ネペタ6ヒルジャイアントで、はい、ちょっとハーブ系の甘いミントみたいな香りがあるんですよ。はい、これうんちくしてます、あ、いや詳しくはこれ以上はあんまり、キャットミントやったかなって言われて、こう猫が、ああそうですね、キャットミントの別名ありますよね、好きなんでしたっけ、ちょっとじゃれたりこの上でよくいるっていうのは聞いたことありますよね、猫が好きな草花ですね、そうですね、でも葉っ
葉も花もすごくあの可愛らしくてですね、でもう今11月16日なんですけど、はい、もう葉っぱがね、あの那須越えから復活しつつ、これがずっとまた初夏に花、これボリュームすごいですね、これですね、こんなに広がるんですね。植えた時はこれもまあ多分これ一株しか植えてないと思うんですけど、もうちょっと這うように匍匐して、まあ、立ち上がってくれる、はいはいはい、こんな感じで咲いてました。はいはい、はい、こんな感じ、はい、それで、まあ、これがねもうちょっと多分雑草です。はい、ね、これは関係ないんですけど、はい、でこちらちょっと袋入っていきます、はい、あの先に行っていただいた方が、ここもちょっと花咲いてます。これあのわかります、あのちっちゃい草花、こんな草丈で花壇とかでよく見ますけど、あの草丈のあるもので、はい、あの和名は三尺バーベナって言います。あ、はい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 、わかりました。はい、はい、あれの主根ですね、はい、三尺っていうのは、まあ、一尺30センチなんで、まあ、90センチぐらい、まあ、ちょうどこんなもんです。で花壇のその真ん中あたりで割とそのナス越えもしてくれるもので、はい、なんだったかな、宿根バーベナのちょっと名前が棒つくやつですね。はい、あのまた後で詳しく、はい、あの入れていただきます。はい、ボナリなんとか言います。でこちら花咲いてます。これもあの何年か前に植えた分だと思いますけど、白鳥草ですね、白い蝶のって書いてますね、うん、はい、ガウラとか、ガウラですよね、はい、一般的に言うと。そうですね、これね、私もよく植えるんですけど、あの案外その夏雨が多いところはちょっと越えにくいんですけど、かえって暑さは大丈夫です。ちょっと乾燥気味の、まあ、水はけの良い花とかではずっと、まあ3年4年として、まあ、ずっと成長してくれてますね。このガウラは夏の花ですからね。そうですね、まあ、暑さに強くておすすめですね、はい、もう今11月で花咲き出して、まあ、ずっと夏から残ってるって感じですね。はいはいはい、そういった形で、まあ、この辺中の分はもうちょっと山ぶどうとかこういう自生っていうか、もう勝手に種が、まあ、鳥が落とした種が入ってたり、すごいな、ね、まあ、余談ですけど、このね山ぶどうなんかもあの黄色い葉っぱ あのゴールデンリーフタイプがあったりして、はい、雑草なのか宿根草であのカラーリーフなのか分かんない、まあ、いろんな植物が最近増えてきてますね。という感じで、この奥はちょっとバラですけども、まあ、これはあの当社のヨネちゃんが、まあ、プロデュースとか、彼はもうバラに関してはもうすごくベテランなので、ここから先はもうちょっと相撲ほうたらかしですね。これがどう生まれ変わるかですね。そうですね、まあ、しかしちょっとした手入れでもうあの綺麗に、まあ、清掃、まあ、やっぱりその雑草はもう11月になったらちょっと収まりますので、うん、手入れがもう非常に楽ですよね、はい、汗もかかないし、まあ、そういったところはもう11月中旬ぐらいからっていうところですかね。はいはいはい、はい、まあ、主に、まあ、今雑草に埋もれて見えませんけど、もう下にあの宿根草って結構いっぱい植わってまして、はい、まあ、それらがもうその雑草除去したらそれと同時にもう、まあ、芽がもう展開してくれる。これ株分けもするんですか今回。いや、できればちょっとご紹介でネペタとかですよね、植え替えとかごそっと一回きれいに取ってしまいたいですけどね、まあ、それも面白いですね、はい、まあ、せっかくなんで動画でちょっとこういう風な根っこですっていうのをやっていこうかと思います。はい、でこちらちょっと移動しまして、ここはまあ、宿根といいますか球根植物ですね。わかります、ね、これ葉っぱ、あの尖ったあやめ、もう舐めないでくださいよジャーマンに決まってるじゃないですか。ジャーマンなんですけど、これちょっとねこだわりで植えた品種で、はい、まあ、品種名はともかくあの二期咲きのジャーマンリスだったんですね。はい、二期咲きっていうとその普通ジャーマンリスって、まあ、あの初夏の花ですけど、それが咲き終わってまたナスとかも秋にもう一回咲いてくれるっていう、ちょっと、はい、お得ですね。え、お得な、お得ですね。種類がまあ少ないんですけど、まあ、こういったものもあります。はい、夏越えてまあ葉っぱがもう全然傷んでません。はい、もともと乾燥気に強い植物なんで、植えっぱなしでちょっとね場所によっては連作障害で多分あの株が急に腐ってしまうっていうのもありますけど、まあ一応ずっともう何年か生きてるような感じですね。ここもずっと同じネペタ、宿根バーベナっていうのが合間で、まあ、今やもうちょっとまあ元気で名残がありますけど、まあ、この下にはもうユリの球根とかちょっとここに残ってますけど、これは下修理の、はい、まあ、茎残った状態ですね。
というふうな感じで、下にまあこの辺はまあ球根が水仙とか、手元にはあの小球根、ムスカリとかというのもあって、まだちょっとね姿が見えない感じですね。でこのあのレンガの奥がちょっとね、今は雑草ですけどナチュラルっぽいところなんですよ。はいはいはい。あの落葉樹の下で普段はその水仙、ミニ水仙とか、はい、あとスノードロップ、クロッカス、あとちょっと咲いてきて背の高いバイモユリ、黒ユリの仲間とかっていうのがもうほとんど自生に近い状態で、もう手もかけずにもうずっと咲いてます。で中にはあの2メートルぐらいになるあの山ユリですよね。はい、あれがもう木漏れ日の中だともうすごく背が高くなって2メーター50ぐらいの高さで咲いたりもするような場所になってます。はいはいはい。そしたらあの以上ですね、ちょっとまあ簡単にあの花壇の中身ご紹介しまして、はい、で今日ですね、まあ、この後、まあ社員みんなでまあ数十分ほどあの草引きして、まあどういうふうにまあ改造していこうかということをまあメンバーで話して、まあいざ植え込みをしていくんですけど、今日はもうちょっとその整地だけです。でこの動画でまたあの植え込みとか株分けとかそういったものをちょっとヨネちゃんもあのバラの剪定とかやってもらいたいなと思っておりまして、まあそういったことをまああのご紹介していく予定です。はい、以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。